藤枝マイ FC 徹底応援番組東言マイ FC。 Gスカイ FM 島田おっきの皆様こんばんは。11月9日水曜日、時刻は19時30分 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東言マイ FC の時間です。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎でございます。そして本日も私を助けてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝マイ FC 広報の伊藤さんがパートナーを務めてくださいます。ゲストの選手への質問メッセージなど皆様からのメールお待ちしております。はい、メールの送り先は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。ツイッターの方でも少しお知らせをしたんですが、東駒 FC 次回の放送が11月23日ということで、リーグ最終節の後になります。それによりまして、今日が今シーズンの試合日程の中では最後の放送回となりますので、本日はメッセージスペシャルと題して皆様からゲストのお二人、そしてチーム自体、監督、コーチ、スタッフの皆さん、いろんな方へ藤枝マイ FC の愛があふれる応援メッセージをガンガン送りいただきたいと思いますので、今伊藤さんがおっしゃってくださったメールアドレスもしくはファックス番号の方にぜひ皆様よろしくお願いいたします。さあ、まずはこの2週間の間に行われた試合結果情報をお届けいたします。リーグ戦2試合行われました。10月30日日曜日、第31節アウェーガイナーレ鳥取戦、アクシスバードスタジアムで行われまして、こちら83分に先制点を奪われてしまい、このまま負けてしまうのかという状況だったんですが、途中出場の神谷選手はアディショナルタイムの94分、このアディショナルタイム得点により1対1の引き分けで貴重な勝ち点1をゲットしたということになっております。そして11月6日日曜日、この前の日曜日ですね、第32節アウェーゲーム FC 今治戦、ありがとうサービス夢スタジアムにて行われました。こちら前半押し気味に展開していたんですが、32分にして失点してしまいまして、その後奪い返すことがかなわず0対1で惜しくも敗戦ということになりましたが、松本山が FC も敗戦しましたため2位をちゃんとキープしております。はい、素晴らしいです。さあ、今日はメッセージスペシャルと題してお送りしてまいりますが、今日のゲストはキャプテンの杉田正彦選手と現在チーム得点王の横山明幸選手でございます。最後の放送になりますんでね、今日がシーズン中としては、皆さん今日も盛り上がってまいりましょう。ということで J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東言マイ FC スタートいたします。 J2 昇格のために一緒に盛り上がっていきましょう。藤枝マイ FC 徹底応援番組東言マイ FC。 この東言マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演いただいてお話伺ってまいります。というわけで今日のゲストの方から自己紹介をいただきましょう。お願いいたします。藤枝マイ FC 背番号15番杉田正彦です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして背番号26番横山明幸です。お願いします。よろしくお願いいたします。今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号15番キャプテン杉田正彦選手、そして背番号26番現在チーム得点王横山明幸選手です。冒頭でもお伝えしましたが、今日は今シーズンの試合日程の中では最後の放送回です。そのため本日は私からのインタビューは、極力少なめにいたしまして、皆様からのゲストのお二人への質問激励、そして藤枝マイ FC チーム自体の熱い熱いメッセージを極力たくさんご紹介していきたいと思いますが、まずは少しだけお話を伺わせていただきたいと思います。最初に伺いたいんですが、シーズンまだ終わってはいませんが、もう残り2試合ということで、今季ここまでをちょっと振り返っていただいてですね、今季一番嬉しかった試合ですとか嬉しかった出来事があればそれを教えていただきたいんですが、杉田選手の方はいかがでしょうか。自分は富山戦ですね。はいはい、はい、今までね、富山には勝てたことがなかったですもんね。はい、それで嬉しか、勝てて嬉しかったですね。うん、はい、やっぱりああいう勝利はもう格別のものっていう感じ。格別ですね。素晴らしいですね。はい、横山選手はいかがでしょうか。僕はホームでやったあの YSCC との試合がすごい嬉しかったです。はいはい、それは理由は何かありますか。2桁得点できた試合だったし、うん、はいはい、2点目が特に嬉しくて、まさくんが近くにいてくれたんですけど、あれゴール決めた瞬間に
ゴール決まった瞬間にまさくんがうんまーって言ってくれたんで、おそれがすごい聞こえてて、そんな会話があったんですね、はい、ピッチ上では。それがすごい嬉しかったです。なるほど、うますぎましたね。やっぱり横で見ていてもうまいって思った。もうその場で出ちゃいました。もう点入る前にもうまーって。なるほど、入る前に。お二人もう少しだけマイクに近づいていただいていいですか、はい、よろしくお願いします。さあ今ね、あの2桁得点というお話ありましたが、横山貴選手現在得点11得点でリーグ6位ということで、素晴らしい得点でございますね。そしてアシスト数は8、リーグ2位。すげえなすげえな、小さい声でいいな。声が入ってますね。横山選手的にはいかがですか今のこの数字は。まあアシストも2桁いけるように、うん、残り2試合で頑張ります。素晴らしいですね。まあ、今すげえなとおっしゃってましたけど、杉田正彦選手もアシストともに得点両方4ということで、攻守ともに活躍されておりますね。はい、なんでそんな、ありがとうございます。いやいや、全然素晴らしいと思いますよ、本当に。さあ、そしてですね、まあ、シーズンもうすぐ、あと2試合で終わりますけれども、次回のこの放送の時にはもうシーズン終わってるので、シーズン終わって真っ先にやりたいことというのをちょっと伺いたいんですけれども、じゃあこれは横山選手から伺いましょうか。僕はディズニーに行きたいです。おディズニーお好きなんですね。結構好きです。これはなんか泊まりで行ってとかそういう感じで考えてます。泊まりで行ったこともあるんですけど、うんうん、まあ多分今年はちょっと行く相手がいるか分かんないんで行けたら行きたいです。なるほど、なるほど、はい、さあそして杉田選手はシーズンが終わって真っ先やりたいことは何でしょう。旅行に行きたいですね。やっぱり旅行旅に行きたい、ね、そうですね。具体的にどこか決めてたりとかはしてるんですか。今年県外に1回も行ってないんで。なるほど、まあコロナとかもあってここのとこなかなか出れなかったのもありますもんね。そうですね、はい、そうですか。じゃあ2人とも外に行きたいという感じですよね、はい、さあそれではですねメッセージの方いろいろいただいておりますのでご紹介してまいりたいと思います。まずはラジオネーム黒崎さん、残り2節全力で応援します。 J2 昇格に向けて頑張ってきた藤枝前市の選手スタッフすべての方からいつも元気をもらっています。来年は J2 の舞台で頑張る姿を期待しています。ところで杉田選手の釣り部の方は魚その後釣れたのでしょうかというメッセージです。いかがですか。その後釣れてませんので、はい、活動ももうなかなかあのしなくなって。あ、そうなんですか。今もう釣り具は車に積んでません、はい、若干今釣り部はじゃあキューブ状態、キューブ状態で す, そうなんです、ね、部員もちょっと違うところに行ってしまったので。なるほど、なるほど、はい、実はこれ僕もね伺おうかと思ってたんですよ。その後の釣りの方はいかがですかっていうのを。そうでしたか。実はその後の話なのでついでにちょっと横山選手にも伺いたいんですが、横山選手以前出てくださった時に、はい、あのストレス解消法ジャンクフードを食べる、 あと、はいはい、髪切ったねって他の人に言われたくないからこう分かんないように切るっていう話だったじゃないですか、はい、その後髪切りました。いや多分切ってないです。あ、切ってないですね、はい、ジャンクフードの方は食べました。食べてます。あ、食べてる、はい、じゃあ若干ストレス溜まった時があったっでもやっぱ試合後にやっぱラーメン食べるとかがすごいなんか、はいはい、ね、あのめちゃくちゃ美味しいんで、うんうんうん、あのすごいそれが楽しみな部分もあります。あ、なるほど、なるほど、まあ、少しはちょっと自分もね甘やかさないとあれですもんねまあそんなところで今ですねメッセージ先ほどいただいたのはどれだったかな、これだ、はい、ラジオネームライジンさんから質問が来ております。横山選手ストイックで自分に厳しい横山選手、今日は一つ自分を褒めてくださいということなんですが、何か自分を褒める出来事はありますでしょうか。まあYS との試合の2点目は、うん、先ほどの、はいはい、自分でもなかなかできないゴールだと思うんで、はい、すごい良かったなと思います。なるほど。さあそして杉田選手には最近一番笑ったことは何ですかという質問が来ております。最近一番笑ったこと結構難しい質問ですね、はい、でも毎日何かしらあって、はいはい、めちゃくちゃ笑ってるんで、どれが一番これというのが思い出せな い, いう、ね、あもう毎日がスペシャルですね毎日がスペシャルなんかそんな曲がありましたねさあそして八重洲の鶴さん、まさよこみんな今シーズンもあと180分思いっきり、そしてリラックス、みんなでサッカーを楽しもうぜというメッセージをいただいております。そうですよね、考えてみたらもう残り180分しかないっていうことなんですよ、ね、そうですね、あっという間ですねシーズン本当に、ね、あっという間ですね本当に。やっぱりプレイしていても早いなって感じますか、もうこんな時期まで来たかっていう。僕は結構やっとここまで来たなっていう思いが強いですね、うん、なるほど。それだけ今シーズンかなりやっぱり充実してたっていうことですかね。なんですかね、うんうんうん、はい、いいですねそういった反応もありがたいです。さあ続いて
ラジオネームゴーアーさん、今シーズンはピッチ上を駆け回る選手たちが楽しそうにプレーしているのがとても印象的な1年でした。そのおかげで毎日厳しい練習を続けているのも見させていただきました。ここまで来たら残り2試合180分間とにかく楽しんで藤枝らしいサッカーを見せてくださいというメッセージですね。嬉しいですね、このメッセージ本当にね。ありがとうございます。嬉しいっすよ。そして今日スタジオの前にも本当に大勢の方がいらしてくださっていて、うん、すごいですね。先ほどね番組始まる時にブラインド上げたらお二人ともおーっていう声を上げてましたもんね。いやーみんなに愛されてるな本当にな。なんかしみじみしちゃいました。さあ、まあメッセージもまだまだあるんですけれども、ちょっとここで個人的ニュースがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、最近の個人的ニュース、横山選手何かありますか？ドラマのサイレントっていうドラマがすごい楽しみで、はい、ほうほうほう、はい、そうなんですね。僕ちょっとこのドラマ存じ上げないですけど、今絶賛放映中という感じですか？あ、そうです、木曜日にやってます。ほう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 、じゃあ明日楽しみですね。あ、そうです、すごい楽しみです。そして杉田選手のニュースとしては何かありますか？なんか最近練習が終わって車に行くと、はいはい、なんか犬の足跡やら猫の足跡やら、はいはい、人の靴の裏の足跡やらついてるんですよ。それ誰か、それが3日連続ぐらい、チームの誰かがやってるんじゃないですか？犯人は10番です。靴の裏をフロントガラスにつけてる。もしかして目撃したんですか、やってる、はい、一人でやってましたね。そうでしたか。ちょび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 なんで。なんかもう一つあるみたいですね、ニュースが。あ、最近はやたら試乗に行きます、車の。あ、そうなんですね、はい、それはもしかして新車購入計画があるという感じですか？そうですね、車を買おうと思ってて、うん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 、でもちょっと買えないような車のお店にもちょっとわざと行って、試乗だけして、いや買えるかもしれないですよ。結構車屋さんに現れてます最近。そうなんですね。じゃあそんな新しい車を買ったらもしかしたらこの曲もかけるんでしょうかということで、杉田選手からのリクエストをいただいておりますので、曲紹介いただいてもよろしいでしょうか？平井大の I'll be by your side。 藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC。 藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC、 本日は藤枝マイ FC 背番号15番キャプテン杉田正彦選手、そして背番号26番現在チーム得点王横山明希選手の2人がゲストです。冒頭でもお伝えした通り、本日はメッセージスペシャルです。皆様からの藤枝マイ FC への熱い熱いメッセージどんどん送りください。さて今曲紹介僕さらっと杉田選手にお願いしてしまいましたが、実はこんなことが控えていたんですね、はい、リクエスト曲について教えていただいてよろしいですか？あ、12月に年末に結婚式を控えてまして、おお、ありがとうございます。まあ、それになんかこうぴったり合うような曲なんで、うん、リクエストさせてもらいました。いやいや、もっと書いてあるじゃないですか、世界中に今誓うよって言いました。いや、それ書いたら失敗したなと思って。いや、素晴らしいじゃないですか。はい、でもこの今の曲は結婚式でも書ける予定なんですか？なんすかね、まだ決めてないですけど、うんうんうん、これからいろいろその辺は詰めて、はい、忙しくなってきます。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それではメッセージの続きをいきましょうか。ラジオネームリガライズフロム FES さん、静岡県のサッカーファンの皆様、13日は富士荘に来て藤枝マイ FC の熱いサポートをお願いします。楽しくて強いエンターテインメントサッカーが見れます。熱い後押しでマイ FC 選手を暴れさせましょうというメッセージいただいております。ありがとうございます。本当大勢の人に来ていただきたいですよね。そうですね、本当に、お願いします。はい、ぜひ。さあ、メッセージの方をさらにいただいておりまして、こちらラジオネーム7歳ちゃんの母さん、メッセージです。昨日の杉田選手のツイートしびれました。みんなで行きましょう J2、 日曜日一体感で応援します。そして7歳ちゃんは、僕の頭には J2 と7が入ってます、めちゃくちゃ応援頑張ります、頑張ってくださいというメッセージをくれております。嬉しいですね、本当に。ありがとうございます。すごいですね、熱狂的というか、うん、こういうなんか小さい子からも応援されるってやっぱり大人の人から応援されるのも嬉しいでしょうけど、また違った嬉しさがあるんでしょうね。はい、うん、はい。さあ、ここで二択アンケートも用意してるんですが、メッセージを結構いただいてるんです、こっちを中心にやってた方がいいかなと思いますので、うん、こちらを紹介してまいりましょう。ラジオネーム嫁ヤンヌさん、
お二人ともいつも笑顔で優しい雰囲気が試合中や SNS や YouTube からも伝わってきます。そんなお二人と拓郎さんに質問です。今年の忘れられない静岡での面白い思い出はありますか、ということなんですが、何かありますか。いや僕は、まあ、チームメイトとキャンプしたり、キャンプはしてないか、バーベキューしたり、はいはい、バーベキューしながらなんかちょっとしたゲームやったりとかっていうのはすごい楽しかったので、うんうん、それがすごい思い出。キャンプ結構ね、あのチームで流行ってるみたいですもんね。そうですね、バーベキューのセットを持ってる人が何人かいるので、うん、松村幸喜選手大活躍。そうです、大活躍です。そうそう、はい。杉野選手はいかがでしょうか。いやー、ちょっと思い浮かばないな今、うん、まあでも多分今年の忘れられない静岡での思い出は12月にあるじゃないですか。ああ、そうそうそう、前です。そうです。なるほど。一応僕にも来てるんで、僕を答えすると、僕はあの今季ホームゲームの時に4点入った時にゴールを叫びすぎて4点目の時に声が裏返ったっていうのがあそんなのがあったんですね。聞いたしっかり聞いとくべきだった。もう今節裏返させたらいいですよ。あ、そう、間違いないですね。何点も入れて、もう今節僕の声がもう散々裏返るほどもガンガン得点を入れていただいて、うちのあのトレーニングコーチの佐藤さんもいつも声裏返るんですよ。大事な場面で声裏返って最近なんかちょっとスルーし始めたやつよ、ね、ちょっとみんな慣れてきてスルーし始めました。大事な場面で裏返るんですか。全然、ね、気合い入れようとして声裏返ったりね。あ、ちなみに嫁アンヌさん、続きがありました。今年1年も皆さんの頑張りで試合を楽しめました。試合以外にも YouTube の中んだの部屋を見てゲラゲラ笑わせてももらっています。明るくて本当に素敵なチームだと思います。あと2試合ぜひとも J2 昇格目指して走り抜けてください、というメッセージです。ありがとうございます。はい、さあ、そして全部ご紹介しますか。こちら、ラジオネームシャチミさん、私は今シーズンから藤枝毎週を応援し始めました。残り2試合、辛い時こそ笑顔で楽しむことを忘れずに頑張ってください。現地で応援します。そう、昇格するぞシャーというメッセージいただいております。 PS 横山選手、私が一緒にディズニーに行きます。おおおぜひ連れて行ってください。行きなよ。はい、ということでメッセージたくさんいただいておりますが、少しだけ時間があるから2択アンケート3問だけいこうかな。お二人にまだ答えていただいていない2択アンケートがあるので、今日サッカー編はなしでプライベート編のみ3問いきます、はい、よろしいですか、はい、即答で答えてくださいね、はい、まず1問目、今度のオフシーズンに旅行で行くとしたらどっちに行きたいですか。 A 雪の降る北海道でスキー・スノボと温泉、 B 海の綺麗な沖縄でマリンスポーツ。沖縄で A。 2人とも、あ、ごめんなさい、杉田選手 B ですね、はい、B、北海道。腹ペコなのにどちらかの条件でしか食事ができません、どっちを選びますか。 A 雪の降る屋外で冷やし中華、 B 真夏の炎天下で鍋焼きうどん。 A 3問目、今すぐもらえるとしたらどっちを選びますか。 A 10万円当たっていることが分かっている宝くじ1枚、 B まだ当たっているかは分からない宝くじ1000枚。B、 はい、ありがとうございます。さあ、ここで最後にクイズを一つ、これ AB の選択ではなく答え動物名なんで即答ですぐに答えてください。来シーズン2023年の干支は何でしょう。トラ、わかんないです。カメ わからない。干支わからない。めちゃくちゃ適当に答えた。面白い答えはありがとうございます。ちなみに来シーズンの干支はウサギです。トラ今年ですね。今年か。よりによってカメ。ちょっと分かんなかったんで。はい、お二人今度のオフシーズン旅行で行くとしたら、杉田選手は北海道。そうですね、沖縄と北海道だったら北海道行ってスキーとかスノボとか温泉とか、はい、ですかね、はい、で横山選手は、沖縄でマリンスポーツ、はい、ということですね、はい、これはお互い理由はありますか。何か、いや、寒いっすよね今年のオフシーズン。確かに。なんで温泉入りたいなと。ああ、なるほどなるほど。寒いだったら沖縄行った方がいいじゃないですか。寒いから、多分横山選手は寒いからこそ沖縄っていうことなんですよ、ね。あ、そっか。沖縄あったかいんですか、冬でも。いや、あったかいです。あ、そうなんですか。本当に？あったかいです。あ、そうなの。本当に？杉田選手かなり珍しい答えを今言ってきましたよ。沖縄あったかいですか。ダイビングとかで。2月ぐらい海潜れますもんね。まあ大体あのこっちの人は冬でも入っちゃいますよね、海にね。そう、沖縄の人は4月過ぎるぐらいまで入んないみたいですけど。ちなみに腹ペコなのにどちらかの条件でしか食事ができないとしたら、お二人とも雪の中での冷やし中華と。
はい、真夏の炎天下で鍋焼きうどんよりは、それはもうなんか特に理由はないです。で、今すぐもらえるとしたらは当たってるかわからない宝くじ1000枚、はいはい、やっぱり夢の方を取りたい。そうですね、1000は当たりますね。1000枚100枚だったらどっちになりますか。10万円当たってる1枚と10万円かな自分は急に現実的なところに。僕100枚です。あ, ありがとうございます。お、だいぶ時間越してきてしまいましたので、じゃあここで横山選手からのリクエスト曲に行きたいんですけれども、こちらリクエストしていただいた理由は何かございますか。はい、まあ、大学時代にこうチームの全員で聴いてて、まあ、チームのテーマ曲みたいな感じで聴いてた曲だったので、すごい思い入れがあります。なるほど。それでは曲紹介お願いいたします。ベリーグッドマンのハロー。藤枝マイ FC 徹底応援番組トーコンマFC。 お送りしてまいりました、藤枝 FC 徹底応援番組トーコンマ FC。 お別れの時間近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜日生放送ですので、次回は J リーグ最終節後の11月23日水曜日放送となります。次回放送の時にはもう結果が出てます。皆さんとここで喜び合いたいですエコーありがとうございますでは本日のゲストの2人から、番組のリスナーおよびファンサポーターの皆様に向けて一言ずついただきましょう。じゃあ杉田選手からお願いいたします。はい、今日もこんな寒い中、多くの人に集まっていただき本当にありがとうございます。2週間後にはもう、J2 に行くチケットはもらっているはずなので、あと2週間全力で後押しお願いします。はい、ありがとうございます。そして横山選手もお願いいたします。残り2試合で、まあ、藤枝真由志をの力を、まあ、日本全国に見せつけるように、そういう圧倒的な試合をしたいと思うので、皆さんもスタジアムで、一緒に戦ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。お二人とも素晴らしい言葉を送ってくださいました。さあ、次回放送までの間に行われる藤枝魂の試合予定です。残り2節、11月13日日曜日、 J3 リーグ第33節ホームゲーム最終戦、福島ユナイテッド FC 戦、こちら藤枝総合運動公園サッカー場で13時キックオフです。そして翌週11月20日日曜日、こちらは J3 リーグ第30節シーズン最終戦、アウェーゲームの AC 長野パルセイロ戦、長野ユースタジアムで、こちらも13時キックオフとなっております。伊藤さんの方から何かございますでしょうか。いや、もう本当にまずは今週末ぜひ皆さん会場にお越しいただいて、はい、一体感で戦えたらと思います、はい、ぜひお待ちしております。なんか調べたところによると、その11月13日にどうやら長野パルセイロの方でのチケットも販売がされるようですね。そうですね、もう販売、はい、あ、本当ですか。されてますか。はい、ちょっとごめんなさい、僕の知らないことかもしれないです一般販売が確 なんか13日って書いてあったような気がしたんですけどね、はい、すいません、はい。時間の許す限りで、メッセージご紹介したいと思います。ラジオネームはるくさん、県外在住でなかなか現地に行けませんが、毎試合ダゾーンを通して皆さんのプレーからたくさんのエネルギーいただいています。いつもありがとうございます。昇格が目前に迫り、プレッシャーを感じることもあるかと思いますが、自信を持っていつも通りに、何より皆さんが生き生きと楽しんでプレーすれば絶対に大丈夫です。残り2戦は私も現地で一緒に戦います。ラスト連勝を飾ってみんなで J2 行きましょうというメッセージいただいております。行きましょう。はい、もう一つ、ラジオネーム大犬川さん、横山選手、サッカー教えてくれてありがとう、日曜日頑張ってね、花よりというかわいいメッセージいただいております。嬉しいですね、本当にね。ありがとうございます。さあ、そしてこちらもご紹介できるかな。これはちょっと時間的に厳しそうなので、この後時間が取れれば、YouTube 用に撮りたいと思っております。というわけで、もう残り2節となりました。本当に悔いがないように戦っていきましょう。はい、ということで藤枝魂徹底応援番組投稿もあるし、次回をまたお楽しみにしてください。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝魂 FC 広報の伊藤咲でした。最後は全員でせーの、さようなら。ラジオ投稿前し、ただいま生放送終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はたくさんのサポーターの方がスタジオ前に来てくださいましたね。いかがでしたか、感想としては。嬉しい。
横山選手いかがですか。いや、いろんな人来てくれて嬉しいです。はい、そしてですね、ちょっとだけまだメッセージが残っているのでお答えいただければと思います。まずはラジオネームいちごさん。今年アウェー県外チームを応援しに初めて藤枝市のホームゲームを見に来ました。藤枝のサッカーを初めて見て面白くてファンになりました。今週末は初めて藤枝を応援しにスタジアムに行こうと思ってます。お二人とも頑張ってくださいというメッセージいただいております。ありがとうございます。そして、こちらラジオネームがないんですが、こんばんは。僕は藤枝まよしを好きになったきっかけが星原健太さんの YouTube です。BT ボッチ J リーガーその時によく出演されていたお二人がキャプテンとチーム得点王とチームの中心的に存在になっているのが本当に嬉しいです、うん、質問なのですが、星原さんとは最近連絡を取り合ったりしているのでしょうかというメッセージですが、いかがですか。俺は取ってる。本当ですか。てか、あのまたなんかよくわかんない TikTok だの動画だのをいろいろ上げてるんで、それに俺絡んで。ああ、そうなんですね。で、サッカーの話もちょこちょこしたりする。よくわかんないようにするんですね。仮面ライダーのやつ上げてる。ということです。はい。残り2試合です。本当に悔いのないよう最後まで頑張ってください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。杉田選手あたりにメッセージ、LINE が入りまして、はい。まず、噛んでるけど曲はセンスあるぞ。でって LINE 来ましたってラジオで言ってっていう。ここにも出たいっていう。で、いや普通にアドリブ聞かねえかな、静岡の思い出なんてパッと答えろよ。天然ブルのうざいなーって聞きました。天然ブってましたかね。いや、まあガチでミス。ガチでミスだったわけですけど。でも中井選手も仲いいんですね、すごくね。みんな仲いいですね。うん、素晴らしいことですね。まあ、あいつは本当出たがりなんで。自分の次に。ありがとうございました。